こんにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は副業300万円問題が大幅修正され、基本通達のね修正が行われたということで、そちらの方動画で解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。また自営業フリーランス向けに本を出版しています。概要欄にね URL から飛べるようになってますので、ぜひよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の動画、大幅修正ということで、ね、副業300万以下でね、事業所得が雑所得かなるかっていうね、判断基準が変わりますよっていう、所得税のね、基本通達がね、出る予定だったんですけど、なんと国税庁の方から大幅修正がね、かかりましたので、そちらの内容について動画で解説します。はい、本日の内容です。まずね、皆さんね、最近話題になっていた副業300円問題、大幅に修正しましたので、その修正の今回どうして修正に至ったのかの背景についてと、また修正の内容について、そして以前との変更点について解説をして、もし副業が雑所得となってしまった場合のデメリット、こちら復習になりますけど、サクッとね、復習をして、対策方法の帳簿をつけるとなると、帳簿の付け方を紹介して、最後まとめ、本日このような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、それでは今回のね修正に至った背景と大幅修正について解説をしていきます。今回このね300万円問題、どういうところの法律が変わるっていうことで騒がれていたかと言いますと、そもそも所得税の基本通達というものがありまして、そちら改正されるということでね、売上が300万円以下だと事業所得ではなく雑所得になるんじゃないかというね可能性があるよということで騒がれていたんですけど、今回大幅に修正が入ることになりました。我々税理士もこの基本通達も改正っていうのが今までひっくり返ったっていう例があまりなくてですね、このまま通過するんじゃないかということで動画出していたのですが、なんと修正されることになりましたので、まあ私たちが間違っていたということでね、今回ねこの修正内容についてしっかり解説したいと思います。そしてそもそもどうして大幅な修正が入ったかと言いますと、国税庁のホームページには意見公募というものがありまして、これパブリックコメントと呼ばれるんですけど、もしねわからない方、このパブリックコメントっていうのでねググってみていただければいいと思うんですけど、国税庁のみならずいろんな省庁で国に対しての意見を公募する場所っていうのがあるんですね。今回のこの副業300万円問題もこのホームページで意見公募を募っていたんです。その意見公募なんですけど、なんと通常の70倍の意見が来たそうで、約7000通の意見が来たようです。今回ね意見が70倍も来たという背景は、やはり SNS の力が大きかったんじゃないかなというふうに個人的に思います。 YouTube 会計士税理士関係の会計経理関係のね YouTuber の方々がねたくさんこのね動画を取り上げていたというのもありますし、また副業フリーランス関連の情報を出している方々がね SNS を使って、まあ、YouTube や Twitter やその他 Instagram 等々を使ってこういう風になりますよという風に改正が入りますよという動画を紹介したところ、やはりねそれによって皆さんが事前に情報を知って、あこれはまずいのかもしれないということで意見を公募したということが大きいこの背景、大幅修正につながったんじゃないかなという風に個人的に思っています。今回ねですので情報を事前に知って意見するということは非常に大事なことなんじゃないかなというふうに思ってますので、もし今後、まあ、例えばインボイス制度について等々正式な方法で意見を言うということは大事なことかと思います。はい、それではねちょっと前置き長くなりましたけど、改正予定だった内容と今回の一部大幅修正について簡単に紹介すると、修正前はね収入金額、要は1年間の売上金額が300万円を超えてるか超えてないかの判断基準に変えますよっていう予定だったのですが、今回の大幅修正によって帳簿の保存があるかないかによって判断されると、要は帳簿の保存があればセーフですし、帳簿の保存がない場合には雑所得にしてくださいねという判断基準が追加されたということになります。もう少し次詳しく解説していきますね。はい、今回の大幅修正についてもう少し詳しく解説していくと、そもそもねこの副業が雑所得なのかね事業所得の判断基準っていうのが今まで比較的曖昧で判断が難しかったわけです。そこで今回副業はこうですよという判断基準を出したいということだったんですけど、その副業が雑所得なのか事業所得かの判断基準についてこちらですね、これもともとあるものなんですけど、まず1つ目、社会通念上事業といえる程度ビジネスを行っていること、これはね以前からの判断基準なんですけど、もちろん今回もこちらは該当します。これどういうことかと言いますと、独立性、継続性、反復性があるか、要はね仕事依頼がね 1,2 回だとねやはりね反復性はないと言いますし、ビジネスを継続しているとは言えませんよね。ですのでまあ社会通念上を見てビジネスをねある程度行っていると思われるか、まあ、判断されるかどうかっていうのが大事な1点目のポイントになります。そして次ですね、2つ目のポイント、判断基
準なんですけど、収入金額が300万を超えていて事業所得と認められる実もある、要はねこの独立と継続性反復性があるよっていう風になると事業所得として認めても大丈夫ですっていう判断基準です。この300という数字はそのまま残ることになります。一つの判断基準として残ります。そして今回これですよね、これが修正された項目ポイントになります。取引を記録した帳簿書類の保存があること、これがあれば副業を事業所得としても大丈夫という、これが新しく大幅修正された内容になります。そしてこれいつからスタートするかと言いますと、スタート時期は変更なしです。これは延長や変更はなしです。令和4年分から適用されますので、帳簿の準備の方をしていかないといけないということになります。以前との修正点ちょっと表にしてみたので、次のスライドで見てみましょう。はい、以前との変更点です。最初に出た改正案が2022年8月に案が出ました。そして今回のこの大幅修正されましたよっていうものがこの10月改正のもので、これが決定版となります。以下両方を満たすものは原則事業所得ではなく雑所得となりますよってことですね。で、以前の案は年間収入、要は1年間の売上が300万円以下かどうか、そして副業収入が主な、ね、取得ではない、要は自分の生活は他の、ね、ところ会社員で給与として働いているものが所得になっているかどうかっていう判断基準があったんですけど、2020年10月の改正で年間売上収入が300万円以下で帳簿書類を保存していない場合、この2つが該当すると雑所得と原則しますよというふうに変更点が入ったということです。こちらねちょっと表の方で分かりやすく紹介をしました。ですので大事なポイントとしては、この帳簿書類を保存しているかしていないかが大きな判断基準となるようです。それでは次にね、じゃあ事業所得ではなくて雑所得にね副業がね入ってしまった場合、帳簿つけてないんだよねという場合、どういうデメリットがあるかっていうのを見ていきます。はい、雑所得にするデメリットなんですけど、こちらですね、要は大きく言うと税制優遇が使えないということになります。このスライド前回この副業増税で大ピンチ300万円の壁という動画で紹介してますのでね、もしねそちらの方も気になるよという、もうちょっとしっかり説明聞きたいという方はそちらの動画戻ってもらえると思います。国会ではこうサクッとね説明をします。じゃあどういった税制優遇が使えないかというと、一つ目、青色申告特別控除が使えません。そうすると65万円ほどの控除はなしになります。そして2つ目、青色事業専従者給与も使えません。そうすると家族に支払う給与を経費にできないということでね、経費が少なくなってしまうので、その分税金が上がるということですね。そして3つ目、少額減価償却資産の特例、これも使えなくなります。これはそもそも青色の特典ですのでね、雑所得になると使えなくなります。これどういったものかと言いますと、30万円未満の備品などを購入した時にはその年に一括償却できるよという特例です。そして4つ目、これ損益通算と赤字の繰り越し、これができないですよってことです。これはね皆さんご存知のように、今までですとね副業の分を給与所得と事業所得ということで相殺してたりしてたんですけど、それができなくなりますよっていうことです。また赤字をね翌年度相殺できません。これ青色の特典なんですけど、赤字を次以降もね繰り越すことができたんですけど、そういうことはできなくなって雑所得になると、この税制優遇が使えないというふうに思ってください。これが一番のデメリットになります。では次にね、じゃあ今回の対策方法はどうすればいいかっていうと、帳簿を保存してつけるってことですよね。次帳簿について少し解説したいと思います。はい、対策方法なんですけど、まあ一つね言ってしまえば帳簿をつけて保存しておきましょうということです。現金の動き3つのパターン、こちらね預金の動き3つのパターンというふうに書いてありますけど、こちらね1番2番3番というふうに帳簿はこのようにつけていきますよ、いうような解説がしてあります。このようにね帳簿の付け方として、現金の動きにはね3つのパターンがあって、この3つのパターンをね最低限覚えればいけるんじゃないかということも紹介しているのと、次預金の動き3つのパターンの方も紹介してますので、こちらね表プラスもう少し詳しくね、この1番2番3番という方ね、何をどこに書くのかっていうのを書いたものがあって、それが実はね私が出版した本になりますので、もう少し詳しく知りたいという方はこちらの本を参考にしていただいたり、まあこれね見ればわかるようになってますので、この3つのパターン見ながらこういった風に帳簿つけていくだなっていうふうに分かっていただければと思います。そして他の動画なんですけど、この書き方3つのパターン、実は領収書保管が雑だとやばいかもの動画でね少し解説してますので、そちらの動画の方で復習していただければと思います。また勘定科目が分からない、勘定科目ってどこかと言いますと、この売上高とかね旅費交通費っていうものになるんですけど、それが分からない方向けに勘定科目、自営業フリーランスがよく使うである勘定科目を一挙に紹介した動画こちらありますので、勘定科目の仕分けのコツというこの動画を見ていただくと勘定科目バッチリ分かるようになってますので、ぜひ参考にしてください。また手書きやねこういう Excel 使った帳簿ではなく、会計ソフトを使いたいなとか思ってる方、最近メジャーになってきたクラウド会計使いたいよっていう方は、
このフリーランスへの秘密兵器というサムネ、マネーフォワードクラウド会計の中を実際に見てね、どこがどういう風になっているのか、付け方を簡単なんですけど紹介してますので、そちらの方でまずね基本を学ぶのもありかと思います。というわけで今回ね、帳簿をつけていて保存しておけばセーフだよということに大幅に修正されましたので、動画の方でお知らせをさせていただきました。はい、まとめです。副業されてる方はまず売上がね年間300万円あるかどうかを確認してください。売上が300万あればまあ問題なくね、反復性継続性等も問われますけど、ビジネスが社会通念上 OK なら300万円あればクリアってことですね。そしてもし副業されている方で、ね、売上が300万円もないんだけどっていう方は、帳簿の必要性、つける必要性が出てきますので、こちらスタートは令和4年分からになってますので、しっかりと帳簿をつけていきましょう。そして今回大幅修正が入った原因なんですけど、やはり情報を知って意見を言うっていうことはすごく大事なんかなと思います。例えば今ねインボイス制度騒がれてますけど、皆さんもしそれに対して何か言いたいことがある、意見があるということでしたら、やはりね正式な方法でパブリックコメントを使ったり、そういう意見をするところに意見を言うということは非常に大事なのかなと思います。もちろん税理士会の方からもインボイス制度についてはこういう風にしてほしいという意見というのは出しています。ですのでね、今のところインボイス制度ね令和5年の10月から始まるよっていう予定なんですけど、まあ周りのねそういう意見や反響によって次第ではもしかしたら何かしらの変更点があるのかもしれません。またそういう情報が出てきましたらね、動画の方ですぐ紹介するようにしますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士に質問相談を移ることができるってことですね。 Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目、定期的にサロン Zoom を開催しています。これはサロンメンバーと情報交換ができるのと、 Zoom で私と直接ね相談や質問をすることができるのが2つ目のメリットです。これすごく好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開ということで、平日毎日記事を投稿してまして、ビジネスの考え方、経理や税金情報、 YouTube やね TikTokの撮影の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに投げている情報ばかりですので、ぜひ興味のある方は概要欄の URL から飛べるようにしてありますので、チェックの方よろしくお願いします。参加をお待ちしてます。はい、また私は本を出版してます。フリーランス向け、自営業向けに必要なことを一冊にギュッとまとめた本になってますので、こちらの方ぜひよろしくお願いします。なんと年内にね重版が決定しましたので、ぜひよろしくお願いします。また Amazon Kindle 版もありますし、大きい書店でも売っています。また楽天ブックスでも買えますので、ぜひよろしくお願いします。また Amazon レビューもしていただけると励みになります。そして YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。後ろに銀の盾がね飾ってありますけど、チャンネルとしては10万人を超えておりますけども、チャンネル登録の方引き続きよろしくお願いします。またその他 SNS は Instagram のフォロワーが 2.8 万人、 Twitter もやってますし、 TikTok もやってますので、興味ある方はぜひそちらの方も合わせてチェックの方よろしくお願いします。すべて概要欄の URL から飛べるようになっております。はい、それではね本日の動画最後まで見ていただきありがとうございます。なかなかねこの最後の挨拶まで見てる方少ないと思うんですけど、いつもねここまで見てくださってる方ありがとうございます。こちらのねチャンネルではフリーランス自営業向けにね必要な役に立つ情報をね投稿していく予定ですので、ぜひチャンネル登録、またねいいねやコメントいただけるととても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。